こんにちは、チョメです。パート1、勉強。まずいろいろ片付けて消したら眠れるみたいな感じかな。今日はね、この爆睡少女っていうねゲームをね遊んでいこうと思います。これでクリアです。パート1は。席はどこ？1個空いてるところがあった。ここ座ってみるか。多分これだけだとダメなんだと思うけど、ほら先生にも怒られて寝れなくてダメ、失敗しましたね。イングリッシュ、本を取ったりとかで、他は特にないのか。じゃあ本を置いてみる。でここに座ると、さあどうなるでしょうか。本を縦にしてるからバレてないみたいな感じかな。先生ごめんなさい。どんどんやっていこう。なんか絵が可愛いよね。音楽の時間だって、どれか3つのうち1つ取るみたいな感じ。みんなと同じリコーダーにしてみる。はい、先生が来ちゃった。なんで新しくスキンをアンロックしました。スキンを確認してみましょう。スキンとかいろいろあるんだね。制服みたいな感じか。ステージのクリアと失敗パターンを見ていろいろなスキンをアンロックしよう。あー、なるほど。こんな感じに、まあ楽しいですね。衣装が変えれるってことか。面白いねこのゲーム。じゃあタンバリンだとどうだったんだろうね。これも寝てる先生が来ちゃった。これも失敗か。ではこれはどうなんだろう膝枕で眠りみたいな感じかな。これは失敗だね。後ろのやつを鳴らしてみるか。これで眠たくなるみたいな感じになっちゃうのかな、鳴らしてるからね。これでリコーダー吹いてみるか。あ、ゆっくり寝てるちゃんと演奏がされてるみたいな感じか。ちなみにベートーベンだったって。なんかベンチの上にバナナの皮みたいなのが置いてある。あ、鳩の糞か。だからこの鳩の糞をなんとかしたいといけないみたいな感じかな。右にも行けるね。誰だこの女の子は。右上の、まあ、サッカーボールとかが手に入った。ちょっと渡してみる。渡せなかったな。じゃあこの右上の女の子タップしてみよう。困ってるよねなんかサッカーボール、メガネちゃんの膝枕快適だって。あ、これクリアできたのか。なるほどね。サッカーボール取らなかったらボールが飛んできたりとか、まあ、そんな感じになってたのかもしれないな。 CM もたまにあります。カフェでコーヒーとかメニューとかある。これケーキでしょう。ケーキとコーヒーいやー、これ寝れなかったってことか。なるほどな。じゃあもう一回やってみるか。寝れるやつってどれがある？これでもバターがべっちょりついちゃうよな。あ、寝れたのかこれ。あ、クリアしました。パンケーキイコール枕の時代がやってくるかも。6やってみるか。X 足す Y は授業中。なんでサッカーボールが落ちてるんだろう。これ気になるな。先生っていうかボール外に出しちゃったんだけど。そしたら失敗しちゃったな。このボールをなんとか使うのかな。ボールをどっかで使うはずなんだけど、お、チョークか。なるほど。チョークのところにボールを持って行って割りました。そしたら先生がチョークを取りに行くみたいな感じか。ドアとかだったらダメだったね。これはちょっと難しかったな。次はコンビニですね。右行ってみよっか。カップヌードルとかキットカットとか、あら、お茶とかあるね。この下の人影が気になる。なんか犯人みたいな感じになってる。じゃあどれか取ってみるか。多分全部ダメだと思うけど、ドア開けてみる。トイレかなこれ。ソファーがある。そこで寝るみたいな感じ。困ってる。やっぱ失敗だよな。じゃあチョコレートでも買ってみるか。はい、下の人にチョコレートあげることができた。あれ、消えちゃったんだけど。どういうこと。カップラーメン、あら、お茶。これ下の人にあげるのかな。はい、全部あげたそれでどうなるんだろう。あ、これで、いっぱい商品を並べてからこのドアに入って寝るってことかな。ちょっと迷っちゃったけど。あ、これで正解みたい。まあでも、いずれバレるよな。森のクマさん。てか、これ音楽はね、すごくね、安らぎなんだよね。クマさんめっちゃ可愛いんだけど、蜂蜜とかもある。あげてみる。あ、喜んでくれてる。で、リンゴはクマについてあるけど。クマタップした。後ろに隠れてる。蜂蜜あげたんだけどな。ダメだったか。リンゴ取って、左上のリンゴもなんか怪しいけど。まあ、蜂蜜取って、
で、蜂蜜あげる。で、この熊の看板はタップしちゃダメだったよな。このリンゴもあげてみるか。ああ、なんか怒ってる。なんで？蜂蜜あげてクマさんをタップしました。するとクマさんで寝るみたいな感じか。なるほどな。クマさんほどふわふわなベッドはない。電車の中でおじいちゃんの杖取れそうなんだけど。おじいちゃんが取れちゃったんだけどしかもおじいちゃんこっちに座らすことができた。おじいちゃん左側に座らしとけばよかった。あ、このマッチョの人も取れた。マッチョは左にしてみる。これ逆だったような気がする。困ってる真ん中の人。あ、困ったからここは開きました。それで私が寝れるみたいな感じか。なんか一発で運よくクリアできた。マナーは守りましょう。逆だったら多分ダメだったんだろうな。家の猫にゃー初っ端から失敗しちゃった。じゃあ左上の枕はタップできないな。右行ってみるか。花とキャットフードみたいなのあげればいいのかな。何食べるんだろう猫ちゃん。魚あげてみるか。はい、でかいけどね。猫に魚で、左行って猫がおらんくなったから寝れるんじゃないの。ここですごく長くないこのベッド。あ、やった、クリアだった。ああ、毛がベッドに。さあ試着室やっていこうか。左なんか糸が落ちてる。これなんかに使うのかな。右これほつれるから、この糸をちょっと服につける、自分につける。関係ないのか。なんかこの丸いボタンみたいなのがある。あ、合わせてこうね、催眠作用みたいな感じになってる。どっかにつけるのかなこれ。ここの、なんていうの、この辺にありましたよ。いろいろ他はタップできないから、左店員さんに渡してみるか。あ、店員さんを眠らしたわ。で、私は困っちゃったね。いや、ダメだったこれは。失敗しましたね。まあ、取れるのは、だからこのボタンみたいなやつと、これで、この催眠術のやつが、使えるようになったみたいな感じなんだけど、これ自分にあるの？ただ自分につけれないんだよね。服もゲットできたな。服着ればいいのかな。いや、店員さんに服を渡してみよう。渡してこの通路ができたんだ。通路ができて店員さんを眠らせる。すると私はどうする？行けるのか先にうん、ここに入るのかな、試着室に。試着室で寝るのか催眠術を覚えておいてよかったわ。星が溜まってきたのでちょっと着替えてみましたね。飼育小屋がカラーかわいいじゃあ鶏、いろいろタップしてるんだけど、猫ちゃんこれはあれか、猫のね、このポケットにね、スモールライトっぽいのが入ってた。わ、ビッグライトの方か。で、このうわ、ウサギがすごくでかくなってきたいや、小屋が壊れちゃう、どうする。いや、ダメだった、失敗しちゃったな。まあ、まず入って、このポケットからこれを取り出すんだ。これ、鶏にしてみるか。あ、適度な大きさになった。いや、もう大きくならなくていいよ。え、これもダメか。入って、ポケットやって、これなんかちっちゃくしたりとかもできないのか。自分がでかくしてみる。でかくなりすぎちゃった。これもダメかな。入って、これ小屋をでかくすんのかな。はい。あ、小屋には使えないみたいな感じか。じゃあ、ちょっとこの猫ちゃん。あ、もう一個あったよ。アイテム。これか。スモールライトみたいな感じで。もうない？もうないですね。じゃあこれ、ウサギちゃんちっちゃくしてみる。ちっちゃくなりすぎだな。ウサギ取れる？取れないな。はい。みんなちっちゃくなってる。はい。猫ちゃんは。猫ちゃん関係ないな。自分もちっちゃくなるか。で、入って。どっちにする？ウサギで寝てみるか。気持ち良さそうだもんな。あ、寝れた。これいいわ。めっちゃ可愛い。しかも動物とかも。スモーマルライトになっておりますね。休み時間やっていきます。左下の子はキャットと上はランチ。イングリッシュテスト。時計がタップできた。あ、いっぱい取れるんだけど。クロック。全部取っとく。あ、L が必要ってことかな。だからこれで、この L をつけてあげよっか。ランチ。正解したから弁当を食べれるみたいな感じ。あ、箸が取れたね。箸をじゃあ開けるか。これで OK かな。はい、クリアしました。腹が減っては睡眠もできぬ。アイテムいきなり手に入っちゃったんだけど、動物園だって。
鍵穴とかもある。なんかめくれそう。あ、鍵、え、これ鍵開けてもいいの？なんか怖いな。開けてみたよ。ゾウさん、いや、襲ってこないのか。なんか左上見て、あ、飼育員さんが来たね。あ、閉められちゃったな。え、もうダメなの？鍵がない。失敗しちゃったよな。だからなんとか鍵開ける前にいろいろするんだろうな。だからまずリンゴをあげてみる、ゾウさんに。あげれないか。カメラボタンがいつもと違う？そうなの？ちょっとやってみるか。右上のカメラ、監視カメラオフなるほどね。この右上のカメラをね、あのオフにしました。で、鍵を手に入れて開けて、これで飼育員さんが来ないから、私ハテナってなってる。ゾウさん、リンゴあげる？え、ダメだ。これもリンゴをテーブルに置いてから折り分けを。ありがとうございます。もうヒントというか答えを教えてもらったけどね。だからいろいろ置いてみないといけないね。これでゾウがこっちに来るってことか。あ、やばい、危ない。この右上のカメラのところをオフにしとかないといけない。はい。これめ、難しいね、すごく。で、ゾウさんが来てくれて、私はどこで寝るんだろう。もしかして、ここで寝るのか。ちょっと危なくないか。飼育員さんが来て鍵閉められちゃったら閉じ込められちゃうよ。はい。じゃあ、体育の時間ですね。なんかボールとか取れそうなんだけど。ね、予想通り取れた。二つ取れたんだけど。左にもいけるな。なんだこのタオルみたいなやつは。一応渡してみる、これ。投げてみるか。投げれないのか。じゃあちょっと渡してみる。はい。投げられちゃった。女の子に渡しちゃったら、ダメだったな。じゃあ自分に渡してみるか。おい、あー入らなかったか。これ面白いのがさ、これは渡せない。で、これを渡せない。こっちはさっき渡してダメだったっていう、なんか渡せるボールとかがあるんだよね。わー、ちっちゃくなってる。なるほどね。さっきどんな感じで入れたっけ？高さがあるんだよね、多分。いくよ。ほい。あー、ちょっと、下にするみたいな感じかな。ね、高さ調整ですよ、これ多分。じゃあ、ちょっと頑張ってみるね。一番低くして、右の女の子は、これで入りました。左でなんか景品もらうか。グッドだから。なんかタオルみたいなのがもらえたね。これをかぶせるのか。これで寝るってことね。なるほど。タオルでも寝れる。課題をクリアしたはずだわ。ビーチやっていきます。スイカ割りやりたいからやってみるか。はい。あー、ダメなのか。スイカ移動させてあげればいいのかな。スイカの位置を変えてみましたよ。はい。多分違うと思うんだけどね。寝るから。よっしゃみたいな感じで。あ、これでなんか手に入ったみたいな感じ？右下のやつ。他に集めるのか、いろいろ。サメとかもいるよ。あ、サメが近づいてきた。サメをタップしたら左上のね。人が逃げて、ここに置いてくると。これで寝るってこと？スイカ割りとは何だったんだろうか。あ、なるほどね。目隠しが必要みたいな感じか。うまくいきましたね。ゲームだから日焼けはしないよ。じゃあ次、ステージ17。事件ですね。だんだん難しくなって面白くなってきたよ。B とかいろいろ。トランプ8拾えた。トランプ拾っていくか、とりあえず。いろんなとこに落ちてる。あ、ちょっと待ってよ。この、なんて言うんだろう。剥がれかけてる、これ。タップしてみるか。ボタンがある。左下、なんかちょっと動いたんだけど、これ押しちゃいけないボタンだった。ダメだったみたい。もう一回やるか。トランプをなんとかする。で、真ん中のボタンを押しちゃいけん。電気を消すこともできるのか。なるほど。この三つでいいのかな、とりあえず。トランプは。で、電気消して、右行ってみる。なんかあった。鍵だ。ここに。電気消したら見える感じか。で、ここ開けるのか。いや、なんかトランプはめるところがある。これは、あー、なるほど。下のやつか。3で、ちゃんと親切に、下に並んでる通りだね。ありがたいよね。押してみるか。こっちのボタンを押せばいいのか。で、ドアが開くみたいな感じか。電気つけとってもいいんじゃない？消しとった方がいいんかな。あ、開けれた。で、帰って寝るか。いや、これは本当事件ですわ。謎解きの事件。この BGM もすごくいいと思いません？めちゃめちゃなんか眠くなるみたいな感じで。回転寿司。寿司を記録して順番にタップしよう。いや、これ苦手だ。無理。絶対無理です、私。ちょっとカンニングしちゃうかもしんない。これは覚えた。違う。違うな。4つのやつ。これだ、まず。
で次何だったっけ、マグロっぽかったような気がする。過ぎちゃったかな。え、なんか2つ乗ってたやつだったらもう忘れちゃったんだけど、え、来てない、もしかして。なんか同じのしか出てこないんだけども、え、これだったっけ、違うよな、なんか赤身っぽくなかった、これだ、違う、あーダメか、なんか赤っぽい、なんかマグロっぽかったような気がするんだけど、間違えてたかな。これまた変わんのかな、順番。あ、変わってる。これ難しいやつだ。エビ、マグロ、マグロエビトロマグロみたいな感じかな。よし、頑張ってみるよ。これみんな違うからね。エビトロマグロ、エビトロ、エビトロ、ちょっと薄いみたいな感じ。こっちじゃない、最後、最後がマグロ。なかなか来ないからね、いろんな種類あるからな。ちょっと薄いやつ、これ騙されちゃいけん、なかなか来ないけど、さっき、あ、これや。で最後はあの濃いマグロだ、これ。オッケー、やれ、できた、美味しい。また、いや、もう食べなくていい、終わりましょう、終わりましょうよ。え、ちょっと、ま、マジであるの。皿の色とか関係ある？あ、ごめん、もう忘れ、あ、おお、忘れちゃった。ちょっと覚えられない、これ無理、このゲーム無理です。あの、積みました、皆さん。どうしよう。ちょっとカンニングしていい？またやり直しになっちゃうんだよな、絶対。ちょっと、まず最初赤身だったよな。あ、ちょっと待っても。薄い方じゃないか、これ。あ、クリアできた。寝る前の寿司は一番うまい。あ、ありがたい。ほんと最初のやつで失敗してもクリアできる。作者さん、ありがとうございます。もうこれで正解しないと進めなかったら私無理かと思いました。あと、この BGM すごくいいよね。ほんと何回も言うけど。モグラ。モグラ叩きかな？普通に。面白いね。あ、人参取っちゃった。人参先に取っとけばよかったかな？モグラをタップしてる。今、ほら。左上もモグラが人参取っちゃった。はい、モグラタップ。いや、失敗してるよな。絶対。なんか変なことばっかやってたし。まず人参取っとこうか。いや、人参取れないな。モグラが出てくるところがわかるってことか、これ。あ、石が取れた。あ、そういうこと。なるほど。防ぐ。で、人参のところ防ぐ。全部防いでやろう。これで。行く場所なくなっちゃったよ、あなた。これでいいのかな？はい。やっつけた。逃げ道がなかった。潜ってやり過ごせばいいのに。寝てないって、まあ、そういう時もあるのよ。テスト結果。これなんか、一番最初に戻ってきたみたいな感じか。電気消すか。で、こうやってやって寝るか。はい。OK かな、これで。左上の、なんて言うんだろう、スイッチも押した、今回は。あ、寝たらダメなのか。50点。テスト結果だからね。100点とか取らないといけないのかもしれない。だから今回は、勉強していくみたいな感じか。だから、普通にこれ、教科書開きなさい。いや、片付けちゃダメだって。あ、窓閉めて。いろいろ。あ、よく寝ないとダメってことなのかな。だから、電気全部消したら OK みたいな感じだ。あ、ダメ。今はダメ。あの、右下のやつまだ消してないから。これも多分50点とかなると思う。あ、100点取っちゃった。これでよかったのか。爆睡少女。Thank you for playing. いや、クリアできました。テストで満点取るために睡眠を取っていたのよ。右下のやつは消さなくても消してもよかったのか。だからカーテン閉めるのと、スイッチ切るのと、ノートをね、片付けるのが重要だったみたいですね。これで、すべてステージ20まで遊び終えました。で、下の星があるんだけど、星集めたらこうやって着替えることもできますね。あと、このパジャマみたいなのは50年スター手に入れたら着れるみたいな感じで、この購入すると広告が出なくなったりとか、全機世界アイテムを解除できたりっていうのもあります。では、今回の実況はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。今回この爆睡少女っていうゲームをね、遊んでみました。まあ、他のゲームもね、こんな感じでね、いろいろございます。では、失礼します。